カーボベルデにおけるサンティアゴ島の位置。サンティアゴ島はアフリカ大陸のすぐ西の大西洋上に位置しているソタベント諸島を構成する島の一つである。この島はカーボベルデにおける最大の島で、同国の総人口の約半数が暮らす。島の南東には1975年以降のカーボベルデの首都であるプライアが位置する。 サンティアゴ島の全島地図。サンティアゴ島は、前お島と保護島に挟まれた、ソタベント諸島の一つである。カーボベルデで定住が行われた、最初の島で、1462年に、リベーラ・グランデの町が建設された。島の産業は、農業が中心である。サンティアゴ島は、カーボベルデ最大の島である。島は、 山勝ちでアントニア山やマラゲタ山のように山頂の標高が1000メートルを超える山も見られる。島の南東部がわずかに平坦である。内陸部と東海岸の湿気のある気候と南西岸から南岸の乾燥した気候が対照的である。首都で国最大の都市プライアは南東岸にある。島内の他の都市として南岸のシバーデベベーリャ。 島の中央に位置するかつての首都アッソマダ、北部のタラファルなどがある。シバーデ・ベイリャ島は1460年頃アントーニオ・ダノリによって発見され、彼はシバーデ・ベイリャの地に駐屯地を築いてリベーラ・グランデと名付けた。大陸横断奴隷貿易がシバーデ・ベイリャをポルトガル植民地第二の豊かな都市にした。ポルトガル本国は イギリス、オランダ、フランス、スペインが、奴隷貿易を引き継いだことから、カーボベルデの植民地を守ることができず、後に島は海賊に荒らされるようになった。1712年、海賊に攻撃された、シダーデ・ベイリャは、もはや首都の役割を果たせず、プライア平野へ首都が移された。ポルトガルの植民地組織によって島、の人口は不利益を受け、住民たちは、 アミルカル・カブラルとギニュア・カーボベルで独立アフリカ党を支持し1975年に独立を果たした。サンティアゴ島はクレオール文化における会議の主催国を数回務めている。1831年末、博物学者としてチャールズ・ダーウィンが乗ったイギリス海軍のビーグル号が1832年1月16日に本島のポルト・プラヤ港に停泊した。 サンティアゴ島にはおよそ24万人の人々が生活している。人口密度は242.18平方キロメートルで、カーブベルデの島々で最も高くなっている。主観産業は、農業、観光、漁業で、工業はわずかである。砂糖キビ、トウモロコシ、バナナ、コーヒー、マンゴーなどが栽培されている。独立以後、学校、港湾、空港、 道路といったインフラストラクチャーが改善された。島の空港としては、ネルソン・マンデラ国際空港がある。パトリック・トールチョ、平山連監修、南城育子、富士救助実役、ダーウィン、地の再発見総書99草原社2001年33ページ。ありがとうございます。